コキコキ。さあやっていくぞ。33。少ねえな。少ねえ。もっとよこせ。36よこせ。もっとよこせ、点を。あ、どうもアザラシです。四国アザラシっていう、まあゲーム実況です。シャーでございます。この動画ね、プレイ動画の方がいいかなとも思うんですけど、まあ喋っちゃうよねっていうね。ゲーム実況者なんで喋っちゃいますよねっていうね。一応この動画で、YouTube 上の最多スコアをね、超えようと思ってます。先ほどやったら1000は超えてたので、1000は軽く超えたのでね、YouTube 上に上がってる動画が844かな。877かな。忘れたけど、まあ、それぐらいのスコアだったんでね、これなら超えれるなということで、YouTube 上のハイスコアを超えようと思って、今やってます。このスコアがね、序盤に稼いだ方がいいような気がするし、そうでもないような気がする。このブーストの使い方、いつ使うのか、使い時、これが割と命運を分けるゲームなんですけど、うん、使わなくていいなら別に使わなくてもいいって感じかな。これはもうわざと使った、わざと余裕があったんで使いました。これはね、桃がちょっと嫌な位置にあるから、安全のために走った。ブーストを使った。いやー、使えたな、どっかでブーストが。まあこの桃がね、桃がじゃない、フルーツが配置されてる位置によって、うん、どういう風に動くかはもう自分次第だけど、自分次第ですね。よい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 、危ねえ。いつ使うのか、いつブーストを使い、ポイントを稼ぐところと、命拾いに使うところと、これは非常に微妙なところのフルーツを残しましたね。基本このアザラシの戦略としては、左回りにフルーツを取ってるんだけど、左回りでうまく対応できない時もある。うまく左回りが対応できればいいんだけど、ここ右と左回りをね、右回りと左回りを織り交ぜながらできる人はすごい上手いなと思いますよ。自分はそれがそこまで器用じゃない。基本左回り。よし、これはいいポイントです。1000超えました。これはハイスコアが狙えそうな気がしますが、あんまり今のはね、良くなかったね。この辺がだいぶ速くなってきます。クター自体が危なかった。ブドウを取り落とした。危なー、危なーい。もう来てるんだよ、早いんだよ、早いんですわ。このね、電車来るのは結構ランダムでね、まあ一応1052いいでしょう、 S。 たださっき取ったハイスコアは1135F なんで、ちょっともうちょっといけるな。そして 1135F いっても月間の1位ですらないんで、ここ超えないとちょっと威張れないよね。セシル超えたいと思います。もうちょっと続けます。